今回ですね、はい、レッツのレジェンドで僕と同級生の、はい、鈴木啓太さんの一日密着をしたいと思います。オーブ株式会社の代表取締役社長ということで、まあ、社長業の一日密着を本日させていただきたいと思いますので、早速行ってみましょう。かっこいいな、やっぱり久しぶりに見るけど、なんかスタイリッシュすぎてそうですね。なんかおはようございます。おはようございます。おはようございます。全然ドキッくない。おはようございます。おはようございます。あのオーブ株式会社の代表取締役社長の鈴木啓太と。何噛んでる。なんで噛むの名前で。鈴木啓太さんです。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。今日は社長業一日密着ということで。はい。はい、皆さん。すごい気になってると思いますけど、大したことしてないですね。いやいろいろ聞いてますけど、大したことしてない。まあその業務内容とか後で聞きたいので、今シェアハウス、シェアオフィス、オフィスか、うん、コワーキングスペースみたいなところでやってますけど、うん、そろそろねオフィスも持ちたいなと思ってるけど、まあ、今日はあの車で来たけど、普段はまあ電車で。あ、そうなんだ。なかなかよ、フィジカル大事。腰が持ってくるんだよ。ということなので、早速中でお話を聞きたいので、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。この会社のどういうことやってるのかっていうのを、ちょっと、まあ、視聴者の方に、はいはい、説明していただければと思います。オーブはですね、アスリートの腸内細菌の研究をしている会社で、はいはい、研究だけやってるんじゃなくて、今はフードテックで、ヘルスケア、まあ、こういったところの事業をやってます。まあ、フードテック何かっていうと、サプリメントの販売とか、まあ、プロテインを作ったりとか、あとはサービスに関しては、まあ、アスリートのコンディショニングのサポートをしてきた、まあ、ノウハウがあるんで、チームの食事指導とか、まあ、そういったことをやったりして、現状はそういうところです。現状はで、これからのこの流れというか、今日はね、ミーティングが2件入ってて、あとは社内で、まあ、商品についての話とか、マーケティングについての話とかをするっていうところかな。で、あと午後は、まあ、埼玉に行って、今シーズンから浦レッズのパートナーにならせてもらったんで、パートナーということはスポンサーということで、そうですね、そうです、はあ、なので、はあ、まあ、そのレッズの方との打ち合わせも入っているっていうところ。これはなんかいい恩返しですね。そうよ、そうする。なんかまあね、チームの強化で自分は入ることができないから、パートナー契約させていただいて、自分の育ててもらったクラブっていうのもあるし、サッカー界全体っていうこともあるんだけど、恩返しができればなという一環でスタートしてるっていうところですね。なるほど。本当それはですね。あ、そうそう。いや、最終的にはそのいや、俺ね、家帰ったらさ、ハンバーグ食いちゃったの。あ、もうそういうの話聞けばツバメグリルの、そうですね、こう僕らはね、ご飯あると思ってたらなかったんですよ。2人とも、しかも言えないよとも言ってないのに、言ってないんですよ。俺はいるよって言って、あの出てったの。いや、ご飯ならいらないって言うしね。なのに帰ったらないし、なんかもう全然仕事じゃない、こういう話もね、やっぱね、コミュニケーションとして大事なんですよ。で、みんながどう、ね、何で怒るのか。今ね、怒るポイントがどこかっていうのをね、知っとくのって結構ね、マネジメントとして大事ですから。皆さんだって家帰ったらさ、ご飯作ってくれてる可能性があるわけ。いや、だから可能性だから一番困るよ。絶対作っててくれると思ってるから。いいでしょ、こういうリアルな話。ないならないよって言ってくれればさ、買って帰れば。いいね、面白いですね。すごい生々しい話ですよ。ご飯がない。家に帰ったらご飯ねえんだけど。ご飯がないと取り上げられるとちょっと YouTube 見れないなって。見せられない、見せられない、みんなで見れない。大変なことになるから。これは載せろっていう話。でもこの会社の雰囲気が分かりますよね。やっぱあの会話っていうか、コミュニケーションの中で、はい、レッツの時のそれこそケイタさんと、今この会社でケイタさんとかで印象とかなんかより
なんだろうな、まあ、前からそうだけど人に対して柔らかいけどよりなんかこう周りに気を使うというか、うん、感じはするかな。前は、まあ、俺についてこいっていうか、まあ、リーダーシップを発揮してるっていうところなんだけど、ちょっとねこのリーダーシップの形っていうのがより柔らかくなったというか、縁の仕方の力持ちのこのなんか感じの、はい、うん、まあ、自分は前に出てるんだけど、まあ、後ろからこうみんなをサポートするみたいな、うん、形に変わったかなっていうのはちょっとイメージ、印象は。サッカー元日本代表の2人、鈴木啓太に沢登正明さんが協力というタイトルとなっています。重要な役割を担う IGA の低下を抑制する可能性です。ちょっとこの辺の表現は考えた方がいいかもしれませんけども、ちなみに啓太さんはどういったこう社長というか、どういった社長、はい、まあ、私自身の経歴でいうと前もベンチャーにいたので、いろんなベンチャーの方社長さんに会う機会があったんですけど、私が思うのは一番ベンチャー起業家っぽい起業家だなっていう感じします。どういったところが。基本的に自分がやりたいことに対してあのちょっとつ盲信型っていうところと、人巻き込むのはすごくあのうまいってちょっといやらしい方なんですけど、すごく人たらしな感じっていうのがすごく向いてるなとは思いますね。あとはリーダーシップというかチームをまとめるっていうのはすごく大事なことなので、そこをいつも念頭に置いて動いてるなっていう印象は持ちます。すいません、お伺いしてもいいですか。ストーカー入社なんですか。ストーカー入社啓太さんが引退するっていう記者会見をやるときに、はい、こうオーブっていう会社を立ち上げるっていうのを見まして、はい、もう私もともとヘルスケア関係の仕事をずっとしてたんですけど、私浦和レッズが大好きだったので、大好きなスポーツに関われるしヘルスケアにも関われるし、もうこれは私が行くべき会社なんじゃないかなと思って、ケイトさんのインスタの DM に私を入れなさいっていう長文メッセージを送ったところがスタートその DM を送った反応とかはどういったものだったんですか。はい、DM の見方を知らなかったんですよねなのでそこからはなかったんですけど、たまたまその1ヶ月後に啓太さんにお会いするタイミングがあった時に、実は送ってたんですけどっていうところで入社につながったって。啓太さんってその社内でどういった存在ですか。どういった存在ですかって言われるとすごい困るんですけど。ちょっと待って。今おかしい。どういう存在ですかって。なんか存在がないみたいな。取り扱いの注意。そう、どんな存在なんですかね。いいじゃん。こういう感じです。そこはさ、なんかさ。だから表向きのさ、必死に説得してる社長憧れの存在ですとかさ、いや、やっぱり憧れの存在です本当に素敵だとかさ、本当に素敵な彼女はあの鈴木のおもり役なので僕のおもりをしてくれてる買って買うんでしょ、ちょっと携帯出してよ。携帯にオーブストアってなってオーブストアっていうところに行って、あのとりあえず行くだけ行ってみます。そう、行くだけ行ってみます行くだけ行ってみます。なんか来ましたね。もう来ました、来ました。これで、あ、携帯いい感じですね。はい、素敵な携帯だな。あれですね。やっぱ、あ、この言ってた。まずこっちのね、はい、あのこっち側から飲んでもらった方がいいんじゃないかなって思っているんで。ほう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 。で、ほら、え、安いでしょ？うん、いい価格ですね。あのパートにの追加って押せばいいですね。うん。うん、で、ご丁寧に手続き。1個でいい、まあ、とりあえず1個でいい、とりあえず1個でいい、まあ、これ入力ちょっと許してもらって、ね、はい、今ちょっと言われてるか、言われるかもやってみますね。あのちゃんと注文入ったか、あのすぐ確認します。すぐ確認します。すぐ見れます。
ちなみに僕も花粉症やばいんで、ちょっと2個買って。じゃあ2個だ、2個。じゃあ打ってみますね。あ、これで、はい。購入できました。購入購入できました。はい。あ、これお買い上げありがとうございます。入ってきた。入ってきてます。あ、じゃあ夏さん。はい。はい、入ってます。はい、じゃあこれ入る。あ、ありがとうございます。これいいの？これなんだ。いや、あのちゃんとしたものを届きますけど、はい、はい、これなんですか。それなんですか。で、うん、これが、うん、サブリカットの方で、はいはい、こっち、ね、さっきすごい気になってたプロテインの方、うん、これまた違う。これ違うの？またそれもね、買えるのよ、またそこから、うん、今買ったのは？そう、今買ったのはこっちのオブベーさん。あ、こっちなのね。そうですね。あ、これまた違うの？そう、違うの、うん、だから、これやっとくね。うん、これやっとくね。ということで、あの購入済んだんで、はい、ありがとうございます。で、これも、はい、あ、ありがとうございます、うん、お買い上げ。お買い上げ。なんか言われるがままに、はい、言われるがままに買っちゃいましたけど、オーブフルセット。あ、買いたかったんで、まあ、ありがとうございます。で、そこから、うん、まあ、レッツに阿部が入り、うん、ナスが入り、俺と阿部の間にナスが入って、うん、そうそうそう、バランス取るみたいな。そうなんですか。違うんだよ、それ。あのさ、ナスのね、番組でちゃんとはっきりさせると思うかなと思うのは、俺と阿部別に仲悪いわけじゃないじゃん。うん、知ってる。俺はそれ知ってる。なのに周りがさ、すごいさ、仲悪いって言うからさ。レッツの時はネタだったよ、もう。うん。ケータと阿部ちゃん仲悪いっていうのをまくし立てるみたいな。そう。それで俺が両方と俺はなんていうの、喋ったりとかあったから、はい、なんかちょっと間を持つみたいな。じゃあだから立ち位置みたいになってるけど。はい、うん。じゃあレッツの話言えばさ。うん、あの最後の方さ、ナス、うん、俺、阿部でさ、確かにそれ話さない。三角形やってたじゃん。うん、やってたね。あれは面白かったよね。面白かったし、やっぱ俺幸せだったよ。うん、俺が後から移籍してきたわけじゃん。うん、3人で同級生でさ、しかも30オーバーのさ。ね、そうだね。その当時はな、32、3かも。そうだね。うん、まあ今でいうもうベテランという域に、うん、3枚がそのね、ビルドアップの最初を担うじゃないけど、うん、そういう立ち位置でやれてるっていうのはすごい感慨深かったし嬉しかったよ。そうだよね、あれね、うん、ナスがまた前に上がってドリブルしていくからね。上がっていくから。いや、でもさ、もうケイタの印象がガラッと変わったの来て、やっぱ、うん、まあ、それはもうミシャの影響は大きいと思うんだけど、うん、上手くなったでしょ。いや、上手くなったね。俺上手くなったんだよ、うん、サッカー30歳ぐらいから本当にね、自分でも分かるぐらい上手くなったの、うん、12時ランチなんですよ。僕のわがままで、はい、蕎麦屋に来てもらいました。さっきもちょっと聞いたんだけど、幸せな気持ちでしょ、やっぱりなんかスポンサーとして参加できるっていうところで、まあもちろんそのビジネス的なその広告とかいろんなもん、うん、もちろん加味してたけど、うん、まあ、一応その、まあ、サッカー人としてというか、まあ、一つの形としては少しでもそのサポートできたらなっていう思いはあるし、だけどやっぱこれは組織的なものというよりも、やっぱ自分たちのやってることが一つのきっかけとなって、例えば地域の人たちとか、まあ、そこを通じて、まあ、皆さんにも協力いただいて、例えばレッツの下部組織のまあ、強化とか、うん、そういったところにもつながっていってほしいなっていう、単なるスポンサーとかじゃなくて、なんかそこからこう育てられる人材、次世代のアスリートもいますよとか、うん、地域の人たちがやっぱみんながその地域の子どもたちを応援する仕組みみたいなものを作ってみたいから、パートナーシップっていうのは一つの形で、それを実現するための一つの形、うん、だから有効的に使っていただければ私たちはありがたいな、うん、やっぱ認知っていうことで言えば、うん、ね、例えばスポンサーしますかしませんっていう話っていうことじゃなくても認知の方向っていろいろあると思うんだけど、うん、やっぱその一つの形としてそのアスリートからサンプリングして、うん、でそれがどういう風な結果が出てっていうものを、まあ、プロダクトに込めたもの、うん、
だから今までさアスリートってさエンターテインメントとしての価値はすごくあるでしょ、うんうんうん、でそれを見せて、まあ、サポーターの人たちが応援してくれて、うん、でそれが収益につながると、うん、でもそのエンターテインメントを返す、ね、勝ち負けってさ、でもそれだけじゃなくて今までそのコンディショニングとか、うん、いろんなことをやってきたそのアスリートのデータが、うん、その見に来てくれる人とか地域の人たちの健康につながったら、うん、よりいいよね、うんうん、でじゃあそれは僕らはそのアスリートがそのデータをもらってフィードバックしてサポートするっていうことも一つだけど、うん、それを通じてファンサポーターの人たちにそういったものを提供した、でもそれって自分たちの収益だけになっちゃいけないと思ってるから、うんうん、それをじゃあ次世代のアスリートたちのために使ってくださいっていう、そういうパートナーシップ契約みたいなところだから、うん、完璧まとめ方がだんだん雑になってた。一個一個ね、はい、まとめるのもなと思いますまあ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 、はい、ありがとうございます。もう一度確認してください。ごちそうさまでした。ありがとうございます。美味しかったです。ありがとうございます。お待ちしてます。ありがとうございます。すごいスタジアムだな。不思議なもんですよね、これ引退して、まあケルタのこのビジネスマンとして、私は YouTuber としてスタジアムを歩いてるわけですからね、うん、しかも全然ね関係ない、そうそうそう関係ないことで、そうそう本当にそうなの。いやでもまあサッカー界のため、まあまあ、スポーツ界の発展のためにそこはねあるけど、チーム関係者ではないから関係者じゃないからねそういう意味で貴重ですね。今日はこの思い出の詰まったこの場所にですね、特別ゲストが来てくれています。那須大輔さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。サッカールームとおりまして、すごい浦和レッズの選手が実際に使われているお部屋になっております。本日はツアーの仕様ということで、歴代の浦和レッズのユニフォームと、あと日本代表のユニフォームを飾らせていただいております。ほら那須、ほら座らないと那須の席に、これがこの辺だったかな。この辺だったかな。ちょっと柴戸海ごめんね。失礼します。海くんごめんね。俺ここだったと思う。これここだったと思う。これはここだ。でね、ここはね、いいのはね、ここにね、棚がついてるの。あー、確かに。だから荷物をこう置ける。でも、ここ人のね、足がぶつかる可能性。こんな感じ。うん。そうだよね。浦和レッズの選手はポジション別に座られているんですか？キーパー、キーパー、秀作はだからキーパー、ディフェンダー、ディフェンスライン。うん。で俺の横だいたい平さん、平川さんだ。ああ、俺マッキーだと思ってた。マッキーが森。森ね。でそっちがまあどっちか。平さんかウカだったら。ちょっとした感動ポイントがございまして、ゴールキーパーの選手はスパイクのポイントがちょっと高くなっているので、うん、普段西川選手が使われているところは傷が多いんですよね。皆さんこうやって靴紐を結ばれるということで、はいはい、ゴールキーパーの選手が座るところはちょっと傷がついているのが分かりますか？ただフィールドプレイヤーの選手が座るところは結構綺麗なままになっているので、そこはツアーの時には。こうやってみんな結ぶんだ。ね、これこう、こうだったけどな。こうやって。そうやって結んでた。うん。あ、それ。ちょっと待って、今それやって。俺なんか、なんか今思い出した、いろいろ。その格好、やってたわ。こうやって。うん。で、音楽聴きながら、ふんふんしながら。あの足いて、そう、マギの声かけがしながら、そうそうそう、こちらがウォーミングアップルームという方で、はい、ここはよく選手がいる場所、一番いる場所というふうに伺っているんですが、はい、お二人はどこで過ごす時間が多かったですか？僕この辺が多かったですね。あ、それぞれにエリアみたいなのがある？いや、まあ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 、たまたま、僕はこの辺多かった。夏の辺多かったよね。で、なんでかっていうと、ここにパワーバレットが置いてあって、そう、で、ここでよくマキちゃんがストレッチとかこうやって、で、音楽かけて、で、ナスがこの辺にいて、マキのはこういう風に準備して、こうやってやると、動きに合わせてやってるんだよね。あった、あった。で、それを俺はこの辺から見てて、ああ、やってる、やってるって。
からここら辺だと階段がね、これなんですか、トルシエ階段って言ってたんでしたっけ。はい、トルシエ階段と呼んでおりまして。なんでトルシエ階段。この建設された当時の日本代表の監督がトルシエ監督でして、ワールドカップを行うスタジアムで、どういうふうに埼玉スタジアムできているかって見に来てくださった時に、今幅が4メートルありまして、ただ建設当時は半分の2メートルほどしかなかったんですね。でやっぱサッカー選手は皆さん背が高くて2メートル近くの選手もたくさんいらっしゃるので、そういった時に担架を横で運べず縦になってしまうと滑り落ちてしまうような感じになってしまったり、あとは国際試合も埼玉スタジアムたくさん行っているので、そういった時に対戦相手の選手と肩をぶつかってしまうと、ちょっとやっぱりこう一触即発になってしまうということで、もっと階段の幅広げた方がいいんじゃないのってトルシエ監督が言ってくれたから、アドバイスをしてくださったことで2メートルから4メートルに幅を広げて、アドバイスありがとうございますということで、トルシエ監督のお声をいただいて、トルシエ会談と。あ、確かに。こうやったらもう分かった。あったね。あった。とりあえず今日もう緊張感すごい、こう。うん。思い出すわ、これって。やばいって言った。啓太選手と那須大輔選手の試合を始めさせていただきます。選手の入場でーす。あー懐かしいね。これは懐かしい。本当何くれるの？これありがとうございます。嬉しい。 Be a grateful for your support from me。 すごいね。あ、これ嬉しいかも。パートになっていただいたということでプレゼント、 ありがとうございます。僕ユニフォームもらって嬉しかったことほとんどないですけどこれちょっと嬉しいですね。これ嬉しいな。ちゃんとメッセージ嬉しい。すごい。それは嬉しい。なんかいいな。現在16時、はい、5分ということで、今浦和レッズさんとのスポンサーシップでのミーティングということですかね。そうですね。まあどういう取り組みしていこうかみたいな話。本日は業務終了という。ここから帰るっていう感じですかね。そうですね。今日は比較的そんなに多くない内容でしたけど、うん、でこの後はないですよね。ないですけど、多分オンラインで打ち合わせとか、あ、はい、仕事は家ではあると思う。なるほど、はい、という感じです、はい、まあ今日密着させてもらいましたけど、今後の目標と最後にですね、うん、視聴者様、そのサッカー好きな方とかもたくさんいるので、はいはい、まあ、そこに向けてメッセージみたいなものをいただければと思います、はい。引退して今丸5年、そして会社の方は第6期を迎えているんですけれども、サッカーから離れて、まあ、ビジネスのフィールドになりましたけど、やっぱりサッカーに対する思いっていうのは変わらないですし、まあ、これからサッカー界を盛り上げるためにも、那須さんの YouTube とは少し違った形になりますけど、思いは一緒だなということを再認識しました。僕たちが今やってることっていうのは、アスリートの腸内細菌の研究から一般の方々の健康にどう貢献できるのか、アスリートのコンディショニングというものをどうやって生かすことができるのかということを考えながら日々研究もしています。でそれに対して のソリューションとしてプロダクトも開発してますし、まあ、サービスの展開ということも考えています。多分那須さんの YouTube を見ている方、サッカーが好きな方も多いと思いますし、スポーツが好きな方多いと思うんですけれども、やっぱスポーツの力って僕すごいと思うんですね。
で、このコロナの影響で観戦することがなかなか難しくなりましたけど、やっぱりこれからスポーツを通じて健康になること、また生き方みたいなところをこう見直すいいきっかけになった出来事だったと思うので、これからもぜひね、機会があればこのね素晴らしい埼玉スタジアムとか、いろんな地域に各スタジアムがあると思うので、そこに足を運んでいただきたいなと思いますし、なかなか難しい時にはオンラインでね観戦いただくと、そして時には YouTube を見ていただいたり発信していますので、ぜひそちらの方も応援いただけたらなと思います。本日は長い時間ありがとうございました。概要欄の方に、まあ、あのオーブの商品等々とかリンクとかを貼り付けてありますし、これから埼玉スタジアムの方でもまだまだ浦和レッズの試合たくさんあります。皆さんチェックしていただいて、あと鈴木啓太さん YouTube チャンネルもやってます。そちらの方もぜひ皆さんチェックしてくださいというところで、視聴の時間本当にありがとうございました。ありがとうございました。引き続きお願いします。よろしくお願いします。